お疲れちゃんです。スロットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら負けたらアカウント削除の方を進めていきたいなと思います。だけで、最近ちょっとね、負け削2日ぐらいね、休んでたんですけども、まあね、はい、動画外でも、やったりとかはしてないです。というわけで、まあやっていくんですけど、まあ、もうすぐね、2300かな。はい、フローズンピークに、まあいける。まあそしてなんなら今日、ジャングルまで行けたら、なんかラッキーかなとか思いつつ、やっていこうかなと思います。本当にね、今、ぶっ壊れなんですよ。僕がぶっ壊れ状態で、ユニレベとかウルトラとか持ってて、本当にね、多分負ける、今負けることは、さすがにないと思うんですよ、本当に。少々僕が適当なプレイをしても、レベル差だったり、まあそういったところで、まあさすがに負けないと思うんですけど、この負けないよねとか言ってて、なんかこうあっさり負けてこの企画終了っていうことだけはマジ防ぎたいんですよね。まあ、なのでまあさすがに余裕だとは思うんですけど、ちょっとねしっかりこう手は抜かず、おお、プリンちゃんだ。いや、ウルトラレア持ち出てきましたね、いよいよ。なんかちょっと前にも出てたんですけども、なんかそう増えていきそうですね。でもウルトラレア持ちがさ、結構増えてくるってなったら、全然こう、なんかね、負ける可能性もあると思うんですよね、僕。逆にウルトラだけ負ける。てかウルトラ持ち以外には負けないんじゃねっていう、まあ、そんな気はね、してますよね。はい。はい。はい。というわけで、まあね。テンポよくね、どんどん上げていきましょう。で、まあ一応ね、ルールのおさらいをしますと、3つルールがありまして、負けたらね、その瞬間、このアカウント、まあ、この企画は終了、アカウントもさよなら。で、二つ目は、動画内でだけ、対戦をします。動画外だと、こう、実は負けてたっていうね、可能性もないことはない。そんなことしないんですけど、まあ、ないこともないので、はい、動画内でしか対戦はしません。そして三つ目、課金は、クラロアパスとセールですね。まあ、アリーナ昇格した時のセールだったり、まあなんかクリスマスセールだったり、なんかこうね、そういう系のセールは、買っていいというようなルールでやっています。はい。で、まあ目標が一応あって、まあ目標5000なんですけども、キヨキヨさんがね、この企画で4600かな。はい、行かれてたので、まあそのキヨキヨさんをまずは抜かなきゃなと。いうわけで、いやでもね、なんかこう聞く限り、結構聞くのが、もう4500とか、なんかもう4000、まあ何百とかから、もう相手が、なんて言うんですか、もうレベルマックスとか、もう、なんならカンストに近いのが、と当たりましたとか、結構聞くので、普通に4000行ってからがね、もう本番というか怖いなっていうのは思いますね。なので、ちょっと、まあ、頑張っていきたいところでありますね。それまでにこう僕はユニレベしっかり上げて準備したりだとかやっていきたいかな。で、チャレンジ系？そう、チャレンジ系をどうしようかなと思ったんですよ。この、なんか負け作やるにあたって、こう真面目に、こう、まあ、6戦とか、まあ、展開とかを目指すのであれば、やっぱユニレベが11とかだと、ま、さすがに厳しい世界じゃないですか、本当に。なので、本気でじゃあ上を目指すなら、そのチャレンジをやってもいいんじゃないかなって僕は思ってて、その、今まではチャレンジあんまやってなかったっぽいんですよ、キョウキョウさんとかも。そうなんですけど、まあ僕が勝手にルール付け足すってわけではないんですけど、チャレンジ系はね、こう、まあチャレンジ系も負けたら、終わり、そのチャレンジが負けたら終わりってルールで、やっちゃおうかなと思うんですけど、皆さん的には、まあ、どう思ったりとかあるんですかね。チャレンジやるなっていう思いがあるなら、ぜひそう言ってもらえたらいいんですけど、真面目にちょっとね、こう、上、できるだけ上行きたいじゃないですか。やるからには。さあ、スケルトン、激アツですね。そして、まあ、ダックプリーもらいつつ、さあ、次勝てば、2300ですね。こんな感じで、次ね、ロイヤル、プリンセスドラフトチャレンジか。ロイヤルイヤーチャレンジとか来るので、まあこれも負けたら、その瞬間、もうそのチャレンジは、もう強制的に、終了。っていう風なルールとかだったらいいかなって。まあ負け作っぽいしね。チャレンジも負けたらし。やば。今、動画撮ってて、動画内に音入ったかわかんないんですけど、なんか PC、結構離れたところに PC 置いてるんですよ。で、そのSiriが、Siriが反応した。そんなことある？動画撮っててSiriが反応してくるって。もう困るんですよね。動画撮れないやん。
Siri の設定とかしないといけない。まあ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 、許しましょうかね。Siri も寂しいんでしょう。さあ、これもあのグッドゲームですよ。僕のユニレベチンパンでございます。まあ、順調の、これでね、2300でフローズンアリーナピーク遠く到達したので、セールがねもしかしたら降ってきます。ここで左側に来た。うわ待って、いや強すぎるんだよなこのセールが。フローズンピークアリーナバリューパック、さあまあそんなわけでセール買うんですけども、一回ねこのパスとかの宝箱開けつつ、なんなら今日でここでウルトラレアまたもらえそうですね。いややばっ、ぶっ壊れじゃないですか。これマスケとか、配合いらないかな。だから1点狙いも同じユニットだけレベル上げていきたい。で、フローズンピークでアイスイズとランバージャックが、ゲットできるようになったので、ちょっとね、アイスイズとランバー。まあ、でも僕、メガナイトかな。メガナイト強いと思うんですよ。まあ、ちょっと狙いつつ、ランバーでもいいな。ランバーでもいい。やったから僕、引いてきます。はい。というわけで、まあ、なんか、後々、レベル11とか12でも使えるユニットがいいな。多分、乾燥ウルトラさせるのはむずいので、まあ、ランバーとか嬉しいけどな。いや、メガナイトでもいい。ランバーかメガナイト。うわ、インドラ。インドラは正直悪くない。正直悪くない。この、なんて言うんですか。火力がめちゃくちゃ高いじゃないですか、インドラ。なので、まあ、ユニレベル11とか12でも、まあ、活躍はできるんですよ。そう。なので悪くないんですけど、俺のデッキにいらないっていう、この僕のデッキにインドラいらないな。まあなので一旦お休みでいい気もします。さあ、まあ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 、ウルトラ集めたいですね。他にももっともっと、まあ、でもなんかいろんなのスキャラとかも多分マジでいらないと思うんで、マザーネクとかね。できるだけこう使えそうな格上相手に通用するウルトラレアとかユニットをね、僕は、上げていきたい。さあメガナイトダクネをマジで作るだけで相手ね止められないんですよ。僕と同じユニレベとかなんか相当やばい人以外は基本的にねメガナイトダクネ作るだけでは折れちゃうんでね。さあメガナイトダックでやっていきます。さあ宝箱をさ34まで来たな。いや早えな。やっぱパスがねめちゃくちゃでかいな。ノーマルスケとかめっちゃ欲しい。スケとかめっちゃ欲しいな。次でやばくね。仕上がりすぎてんな。ウォールブレイカーいらない。いや、フリーズワンチャン欲しかったなぁ。スケベも欲しいけど。いや、トレネにします。キョスケも欲しかったんですけど。あ、待って。もういけてる。やば。さあ。いやー、もうランバー欲しいな。ぶっちゃけ。うわー、プリンちゃん。いや、なんか、この、全部、あ、待って、変えれるんだ。やば。ちょっと待って。全部のウルトラを1枚ずつ持ってもいいんですけど、さすがにこの企画だと、やっぱり1体のユニットが高い方がいいので、いや、ダクネも強いんだけど、格上対決になった時にちょっといらないかな。うわ、メガナイトレベル10か。欲しいけどな、キョスケもいるんですよね。いや、僕、マジでキョスケプラスのランバーとかで戦いたいんですよ、僕。なので、ランバーちょっと欲しい。待って、やばい。うわ、待って、やばい。マジでやばい。本当に、ラストランバー。うわ、ウッド、マジでいらんかった。いや、マジでいらん。いや、下手くそか。宝箱下手くそだったな、俺今の。さあ、ゴブリンバレルいらない、キョスケかな。なんか、もうキョスケ。ハンターは結構当たりだと思うので、ポイズンも悪くはないけど。うわ、待って、宝箱。あ、まあ、バスルームはいい。バルーンはいい。なんならキョスケバルーンちょっと目指してるまであるので、え、待って、めっちゃもらえる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 。熱いなぁ。さあ、ちょっとね、ウッドのレベルを上げつつ、トルネも上げて、え、やば、ウッド10。そろそろ、強い相手来ねえかな。タワーレベル、キングレベル7。まあ、ここはね、一緒なんですよ。なんで、相手のユニットレベルがまじ10とか出てくると、僕もね、ちょっと、親ってなるんですけど、今の段階だと、もうほんとただ、僕はね、格下をいじめてるだけなんで、
や、まあ3000かな、3000いったら世界変わる気がするんすよ。3000まではなんかこんな試合がずっと続いちゃうのかな、どうなんだろう。まあテンポいいのは非常にいいことっすね。さあキングレベル6、まだ同じような相手ですね。メガネとダクネで無限メガネとダクネ。いやー、何やってんだろう俺これはい、というわけでなんか虚無感というかなんかやばい本当にあんま言いたくない、僕もねあんま言いたくないんですけども、作業芸化してるんですよねこのトロタイ。そうなので、パッパパッパ高回転、もう無限高回転でいきます。さあ次勝てば2500。さあキングレベル8、ちょっと強そう。さあ2500到達、そしてエリポンゲット、ゴールドゲットで、いや早っ、もう2600いくっすね。安定のサンクラ、そして、はい、というわけで、なんとね、一瞬の間に、2600ですね、ジャングルアリーナに到達しました。いや、フリーズ好きなんで僕はいい。いや、ユーナとかもね、僕好きなんですよね、ギャングとかフキアとかも。いや、結構いいな、カード。欲しいですけど、そんな使ってるね、余裕もないっていう感じですね。で、一応ね、しっかり履歴をお見せしますと、まあ、こんな感じですね。やばっ、これこの方、あぶねあぶね、怖いっすね。はい、そんなわけで、負けてません。どんどんいきましょう。あ、セール確認するの忘れた。なんか新しいセールがジャングル行ったんで多分あると思うんですよ。いや持ってねえなーってか、このジャケみたいな名前の人さっきも当たった気がするんですけど、さすがにないか、気のせいですよね。先ほどね、ちょっとこう、セールの確認をし忘れたので、セール確認します。いや、来てたら熱い。いや、こんの回。さっき来たからかな。さっきフローズンピークで来たから、今一旦来てない説は若干ありますね。なんか前も、上がった瞬間に来なかった時があったんですよ。で、次の日、クララを開いたら、セール来たっていうのがあるので、明日ね、もしかしたら、ジャングルのセールが来る可能性があります。さあ、墓石。いや、初手墓石。いや、ちょっとなんか、強そうな。いや、これ、ラバルとか来たら結構やばいっすよね。怖いっすよね。小屋かーい。さあ、そんなわけで、まあ、僕の次の目標ですね。次の目標は、3000だ。いや、3000はやばいな。ホグマウンテン。3000ちょっと行きたいっすね。なんか、3000って世界変わりませんか？なんかこの、2000何歩、2500とか、なんか1000何歩と2000何歩、なんか正直あんま変わってないんですけど、3000行ったら、ね、なんかもう普通に負けそう。いや、楽しみになってきた。3000だな。マジ3000行けば、俺のこの負けたらアカウント削除がやっとねスタートします。チュートリアルが終了になります。いや、このトロタイね、マジで相手がファイボーをなんか外す率っていうんですかね、こうメガナイトダクネとか作って、相手がファイボーをダクネに当たらない確率がマジでね 80% ぐらいあるんですよマジで。メガナイトダクネ組んだら、相手ファイボーマジでメガナイトには当たるんですけど、メガナイトにしか当たんないんですよ。高確率で。だからもうこれだけで、僕の戦い終わっちゃうんですよね。あれ？珍しい。ちょっと上手いかもしれない、相手が。いやでもユニレベンによって終わる。さあ2730、いや3000まであともうちょっとか、頑張ればいけそうっすよね。負けたら終わりっすよ。ちなみに
こんな結構のんきにやってますけど、僕負けたら終わりですからね、これ。ちなみに、うわ、え、待って待って、レベル4コウモリ来た。やばい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 、やばい、怖っ。絶対うまいじゃん、絶対うまいじゃん、これ。やばい、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。相手もびっくりする。いや、ユニレベル高っ。いや、レベル4コウモリしよう。人間じゃねえぞ、それは。ザップ半分、スケルトン部隊半分残すか。人間じゃねえぞ、これは。サゴリマル。サゴリマルか、これは人間だね。止めれないっすよ、普通の人じゃ。このメガネいただくねは。え、待って。うまい。うますぎん？いや、でもユニレベが。え、待って待って待って。いや、そのスケルトン部隊ですらうまい。いや、でもこれは勝ったーが、さあ。はいはいはい。いやー、まあまあ、でも、勝ちましたね。まあ、ちょっとだけね、ヒヤヒヤしましたけど、まあ、まあ、そうなるよね。ブライアン、登場！さあ、ブライアン選手を撃破していく。からの？なんかもらえるな。いや、吹き矢とクエイク、やば！これマジで悩むけど、今クエイク超強いんですよ。だから、まあ、クエイク集めて損はないっすね。トーマス！よろしく。さあ、トーマスさんを倒していく。で、2800到達！小屋レベル7ってなんかちょっと安っ、ね、キングレベル8。いや、なんか小屋デッキ多いなー、このトロタイ。さっきも小屋だった気がするんすよね。てか無限に小屋が出てくんなー、結構めんどくさいなー。でもウッドのねレベル10が小屋に対してマジで強い。ウッドここに来て活躍してるっすね。このちょっとユニレベル高いので、その分この小屋を壊せるっていう。いや、ウッド強いですね。ちょっと小屋に強い。真ん中置かれた小屋にめちゃくちゃ強い。何でも壊しちゃう。アーチャーとかもらって引き殺しちゃうっすからね、ウッドだけで。さあ、まあそんなわけで、今トロフィーはさあ2850に到達しました。まあ本当に多分履歴全部サンクラーまであるっすね。一個も負けてないっすね、履歴全部サンクラ。やばいっすよね、こんなんなんだと思って。もっともっと僕大接戦になると思ってたんで、これはね課金恐るべし。でもこれもう少し経つと逆になりますからね。多分4000とか行くと、もうなんなら僕レベル10とかでも相手も11とか多分12とかね、出てくる世界なので、今だけねちょっと楽したいですね。さあ、ここ勝てば2900到達です。さあ皆さん、気づけば2900です。いや、秒でトロ上がってる。いや、エメラルド50もできえな。よし、さああと3勝で3000に到達です。3000に到達。いけるかな、さすがにいけるか。負け、さすがに負けねえな。さあ、スケルトン部隊レベル8ってちょっと高いっすよね。この世間的には高いっすよね。僕からしたら低いですけど。うわ、え？もし、このメガナイトダクネの形をね、こう壊すダクネを先行させるゴブリンバレルだったら天才。天才なんだけど、タワー落ちたら、意味ないっていう。さあ、これで、あと2勝だ。巨大宝箱も手に入りそう。熱いな。余裕で上がってる。オーロラ。よろしく。なんかね、いや、反応したのは、ね、ちゃんと理由があって、海外の
僕が大好きな選手のサバーカの名前がオーロラっていうんで、えって思って、まあさすがに当たるわけないよなと思いつつ、いきまーす。今だけですからね、この書店名がないとダクネするのも。さすがに3000とかいったら、3000とかもう3000後半とかになってきたら、初手目がないととかして、なんか普通に守られてカウンターワンパンとかもあると思うので、このねちょっと気持ち雑プレイは今だけね、今だけ勘弁って感じ。コウモリ6かわいいな。いやダクネが強すぎてウッド打たなくてもいい。まあウッド打った方が一応ダクネは延命はできたっすね。ザップ使ったんです。ケブグディ。さあ次勝てば、あこれゴールドがたまるんですよね。次勝てば3000です。巨大終了いきます。バケモン来ねえかな。バケモン、うわ待って待って待って、3000の相手来た。エマヌエルよろしく。いやなんかこのアリーナ変わっただけでちょっと興奮してる。いやーワンチャン、わーベビー8位、はい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 。いやこれちょっとね集中しなきゃね、怖いですよ。もうちょっとやだ。え待って待って待って、やばい待って待って、ちょっとやばい、ちょっとだけやばい。え待って待って待って、やばい本当にやばい。え待って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 、やばいやばい。やばい、ちょっと待って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 、本当にやばい本当にやばい。うわ待って、やばい、やった俺。いやこれ許容していいよな。いや許容怖え、いて、いて、ちょっと待って、うわマジやべ、本当にやべ、一本おられた。うわやべ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 、相手今日キョスケとかあったらマジで終わる。うわ待って、うわ待って、相手に相手芝ザップしてやがる。あちょっと待って待って待って、本当にやばい、いや待ってやばい、キョスケ来た、本当にやばい、マジでダメマジでダメ。いやこれやべえな、ワンチャン負けるな。いやこれでもいろいろ残ってる、いろいろ残ってる。いやでけえ、いやこの安心感、はあ、怖すぎる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 。いやなんか来んのかな。いやゴブリンバレルレベル9がやばい、あぶねえ、ちょっと待って、怖かった、怖すぎやて、マジで怖い。一本この最初におられた時がやばい。いやなんか僕のスケがさ、ベビーに吹かれちゃったんすよね。あれがさ、予想外というか、考えてなかった。で、スケブもなんか、微妙に行かれたし、っていうので、まあよかった。よかった、俺マジで。サムネ最終回とか、どんな感じでやろうってちょっと、頭によぎったんすよ。やべえ、よかった。終わったと思った。本当に終わったと思った。救われた。いや、でか。さあ、そして、3000到達ですからね。いや、激アツ。よかった。マジでよかった。さ、セールが。いや、来てない。まあ、次回かな。多分、セールが来てると思うので。いや、マジでよかったな。本当によかった。なるほどね。まあ、でも、圧倒的にやっぱ僕の方がユニレベ高いので、ギリ、救われたって感じですね。いや、本当よかった。終わらなくてよかった。よし、次回もね、続きます。次回から3000からなんでね。はい。こっから激アツですね。エリババとかもなんなら出てくる可能性がね、はい、ありますので、ぜひね、お楽しみください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価でコメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。